充電開始。防護柵を展開します。さあさあ戻って究極マテリアルを大変だよ。違う、究極マテリアじゃない。な、何？くっそー、エースじゃなくてマテリアよこせ。ダロー死んだ。完成が見られないため断言はできませんが、どうやらマテリアを探しているようです。マテリア？そんなもののために敵地のど真ん中までやってきたっていうの？今のところそのようにしか。つまらないお返事。まあいいわ、通信をつないでちょうだい。はっ。ご主人家族かしら。うわっ
しい。私と遊んでいくのだ。ホログラムなんかよりも面白いものを見せてやる。何が目的だ。探し物もこの先にあるんじゃないかしら。それじゃあ待ってるわね。先輩どうする。罠だよね、分かってるよ。でも行くしかないでしょ。
め。現状に使用する個体を選択してください。Yeah.
スタート。
しいこと。それじゃあ次はどんな品？遠くからのお客様に敬意を表して特別なおもてなしを用意した。こちらへどうぞ。
ああ。
丈夫か。何をしている？何してるの？データを取って画像空間で俺を再現する気だ。準備よし、転送開始。相変わらず神羅は愚かだね。兄さんを再現するなんて無理なのに。お前はお楽しみか。ああ、久しぶりに勝っていいって。いえ、何をした！さっきから怒鳴ってばかり。それが宇太流。そのもういいよ。それよりおばさん、究極マテリアはどこ？知ってるよ。無理くり強力なマテリアを作ったんでしょ。へえ、なかなかいい情報も持ってるわね。それとも内通者がいるのかしら。何？ちょっと見てくる。すぐ戻ってよ。確かにゴージャスなマテリアを作る準備はしてきたわ。でもまだできてないの。嘘、騙されるもんか。忙しくなって実験を延期したの。他の仕事？ここだけの話、私たち7番プレートを落とすの。ウータイとアバランチの犯行に見せかけて。何それ、プレートを落とす？は？何？あら、お友達が戦ってるみたいよ。火星に行かなくていいの？急ぎなさい。先輩、こいつら何？わからない、いきなり現れた。その悪い知らせなんだけど。一応聞こう。究極マテリアはまだできてないって。実際研究中。もう一個悪い知らせ。
7番プレートを落とすって。7番プレートを落とす？そう、7番プレートを落とす。7番プレートって7番街のことだよな。嘘、じいちゃんの話本当なんだ。どうする？わんさか待ち構えてるんだろうけど、戻るしかないよね。